鏡は全ての真実を映し出すものなの。あなたって、もしかして。甘いものにだけ目をつけてあげましょうね、見ましょうね。実はさっきからこの学園に悪霊の気配を感じるんだ。え、それって源氏の頭にいる幽霊のことじゃないの？いや、彼は悪霊じゃなくて善霊だから。善霊？一度その辺詳しく説明しなきゃね。もう俺の頭の上にいるけどな。人が死んだ後、生前に未練を残した霊体が稀にこの世に留まることがあって、それが幽霊の正体。そう、そしてその霊体は二分化されるの。え、もともと一つだった人が二つに分かれちゃうの？うん。霊体は魂と記憶に分かれて、その魂というのが善霊のことで、記憶の方が悪霊のことなの。それじゃあさっきからそこにいるって言ってる善霊ってのは、生前の記憶がない抜け殻のようなものってこと？簡単に言うとそうね。その一方で悪霊は生前の記憶そのものだから、その未練が怨念となって、人を呪ったり、人に取り付いたりするの。じゃあこの学園の誰かが、悪霊に取り憑かれてるのかもしれないってこと？その可能性は高いな。多分その悪霊を連れてきちゃったんですけど。どうも。シベリアの置いておいて、悪霊？あ、シベリアまで。おお、お前ら何やってんだ？もじゃ、この匂い、貨物の匂いなのじゃ。本当だ、牛丼の匂いがする。本当に牛丼臭いのね、この体の人。ということは、貨物は？ああ、そういうことだな。おい、何なんだよこの状況。なんで俺たちここに連れてこられたんだ？それはこっちのセリフよ。そうよ、どういうつもりなのよ。ミスズっていう彼女がいながら、いつから浮気してたの？は？ミスズ？あ、そういや、チャスグロもそんなこと言ってたな。私のこと、忘れちゃったの？すまん、ちょっと、わかんねえな。会ったことあるか、俺ら。何言ってんの？シベリアの彼女は私よ。はぁ？あんた悪霊なんでしょ？そんなわけないじゃん。悪霊？その子は、貨物の体に憑依した幽霊よ。なんだそれ？あんた、本当どうしちゃったの？ミスズのこと忘れるなんて、やっぱり昨日廃校に行ってからおかしくなっちゃったんじゃないの？そういや俺、昨日の廃校での記憶も曖昧で、気がついたら今朝、廃校の音楽室に一人でいたんだよ。な、チャチャマルとジュンはお化けが出たからビビって先に逃げちゃったとか言ってたけど。天心、これって…おそらく呪いだな。呪い？さっきも言ったけど、悪霊は人に取り付くことができるの。それはどういう状態かっていうと、この彼女のように、元の保つの意識じゃなくて、今は彼女の意識で喋ってる。つまり、その憑依してる間の人の記憶は、悪霊のものになるの。それじゃあ悪霊は、記憶を奪うことも可能だってこと？ああ。おそらく一部分の記憶がシベリアから駆け損じて、ミスズに関することを何も思い出せなくなっているのかもな。そんな。俺は、廃校で幽霊に記憶を奪われた。あんた、シベリアの記憶を返しなさいよ！ちょっと待って。それは私じゃない。廃校のことなんて知らないわ。私は確かに悪霊だけど、生前にシベリアと両思いだったのよ。死んでからもこの世界をさまよい続けて、そしたらこの学校にたどり着いたの。それでシベリアと再会することができたから、この保つって人に憑依して、生前に叶わなかった告白をすることができたの。ああ、今朝、リラから告白を受けたんだ。リラ？俺も自分自身で何か大切なことを忘れてる気がして、リラにずっと両思いだったってことを言われたから、俺が忘れてたのはこの子のことなんだと思って付き合うことを受け入れたんだ。まさか一度死んでしまってまた戻ってきたとは思わなかったけど。いやでもシベリアはミスズと付き合ってたし、
あんた別の男と勘違いしてるだけなんじゃないの？そんなことない。私はシベリアとこの学園で一緒に過ごしたことを覚えてるもん。でもシベリアと仲良くしてたのなら、うちらと面識がないのおかしくない？リラなんて聞いたことないけど。リラはこの体に憑依した時に適当につけた名前。私、自分の名前を覚えてないから。は？それに、シベリアとこの学園で過ごしたってこと以外、あまり覚えてないの。いや、悪霊が生前の記憶忘れるって、どういうことなの？むしろ悪霊が記憶そのものだからこそ、憑依を繰り返し人の記憶を奪う分、自分の記憶も吸い取られるのさ。彼女があまり覚えてないのも無理はない。どうして私、忘れちゃってたんだろう。でもシベリアの彼女は私だもん！ミスズ。いや、私が彼女よ！シベリア、こんな女と浮気してたの？いや、その、俺も何がなんだか。拉致が開かないね。タモツの体も心配だ。よし、この悪霊を今すぐ払おう。え、マジかよ。私はただシベリアと一緒にいたいだけなのに。この番組は擬人化したあつ森のキャラクターたちが一つ屋根の下で共同生活する様子を記録した恋愛リアリティショーである。何この美人。いや、お前みたいな美女が引っ越してきてくれて嬉しいぜ。トイレしたいから出てってくれない？いつでもどこでもトレーニング。女子が入ったバスルームでの腹筋最高。はい、ここ立って。は？何が？オークビンター。彼氏ごめんよ、どうしても君の顔が腹立ってピンタしたくなったんだ。よくあるよくある。中央無尽に好き。